皆様こんにちは、こんばんは。はい、また来てしまいました。でもね、久しぶりなんですよ。ここはね、下妻市高菜のうどんこっていうとこね、もつっこ定食セット、店内こんな感じね、何回も映しましたけど、ライトがね、可愛いですね、これね、和風で、和風の建物です。あっちにはね、鯉がいるんだよ、鯉見えるかな。こっち厨房ね、今んとこお客さんいないですね、早い時間だから。暑いんでね、夕方出かけようっつって夕方来ましたね。はい、こんな感じね、こっち一番端っこね、お店の、はい、こんな感じで、こっちね、国道125号線ね。はい、はい、メニューご紹介しますね。しばらく来てなかったんですけど、なんかメニューちょっと変わりましたね、この形が。メニューのなんていうの、メニュー表っていうの、表示が、はい、中身はそんな変わってないと思うんですけど、はい、うどんこ天丼セット1230円、高くなった、安くなった、同じ値段、同じぐらいかな、上がったんだ。厚切りロースカツ丼セット、これも美味しいですね。で、今日はまあまあね、涼しいんでね、あったかいうどんもいいですね。100円プラスで持ち入り、ここはね、すごく持ちを押すんですよ。でもね、うどんと天丼とかカツ丼食べたらお腹いっぱいになっちゃって持ちまでいかないんだよね。はい、また今晩ね、酢うどんとかもあるから気軽に食べに来れますね。ざるうどん、天おろしぶっかけうどんとかね、うどんの上に天ぷらとおろしが入ってんだらね、たぬきうどん、かき揚げうどん、えび天うどんね、こんな感じ。天ぷらの単品売ってんだね、エビ280円とかね、かき揚げ200円、あ、かき揚げって安いんだね、200円、ちくわ2本300円だって。ハゼ揚げ餅、天ぷら盛り合わせ800円ね。で、これうどんの石目は別腹、あかんこのね、別腹入んないんですよ、ちょっと普通の腹なんで一応でも美味しそうですね、黒蜜きな粉バニラ、あ、これなら入るかな、ね、餅が入ってなければ黒蜜わらび餅ね。またこっちね、こんな感じでね、もつっこ定食セット、これも美味しそうですね。はい、担々うどん美味しそう、カレーうどんもあんだね、暑い夏にぴったりですね。肉うどんもいいね、力もちみぞれうどんだって、うどんとね、お餅だから力もちなんだね。もちいいですね、鍋焼きうどん、ネギ鍋うどんもいいね、八丁味噌煮込みうどん、煮込み担々うどん、これも美味しそうね。はい、これ裏がなくて、次はね、これ夏限定かなね、豚しゃぶサラダうどん、暑くなると食べたくなるね、夏野菜に豚しゃぶ肉をごまだれ生姜で食が進みます、だって光っちゃうんだよね。はい、あ、後ろもあった、かき揚げうどんだって、わさびおろし、いいね、ちょっと光っちゃいますけど、うん、かき揚げのわさびおろし美味しそうです。はい、これは飲み物とかね、一品料理光っちゃうな。はい、飲み物、生ビールとかね、飲む人はね、車で来てはダメですね、運転手は飲めないですね。はい、一品物もね、もつ煮、鶏の唐揚げね、うどんと一品物頼んでもいいね、ちょっとね、まあセットが何でもお得ですね。エビ天とかもね、普通にね、これ一品料理、天ぷら、アナゴ天ってないんだね、一品料理ね、あなた一品。はい、ラムネ、こっちもね、これ私このビビンバうどんっていうのを頼みました、ビビンバ丼セット、ビビンバうどん、これ美味しそうだなと思って、ビビンバうどん単品で頼みましたね。
これはビビンバ丼セットっていうのはうどんとビビンバ丼だよね。はい、メニューは以上ですね。こんな感じで。これ何？とりあえず唐揚げだ。辛味餅だって。食後にわらび餅とりあえずの餅ってあんまりあれだよね。はい、メニューでした。はい、今待ってる状態です。はい、終わり。